はい、皆さんこんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで続き始めていきましょう。ペルソナ4ザ・ゴールデンということでですね、改めましてゲーム実況者のテリオンと申しますと、動画たくさん投稿してまいりましたがね、半年ほどちょっと病気でプレイできない時期がございました。その病気の症状がですね、まだ治っておらずですね、ちょっと苦労しておりますが、現在2023年の2月の末日ですね、200名以上登録していただいております。ありがとうございます。この動画投稿されるのは2024年の7月になってまして、ちょっとどうなってるかわかりませんが、1万名目指していますという状況になっていると非常に嬉しく思っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録して応援してください。Hello everyone, my name is Terion, I am a game writer. I posted a lot of videos so far. I've been playing live for about 3 years, but I seek and couldn't play for about half a year. I'm aiming for 1,000 subscribers by the end of the year. I would be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel.ということで本日も頑張っていきましょう。前回ですね、エンディングを見てしまったということで、バッドエンディングですね、見てしまいました。バッドエンディングはですね、まあ動画ね、その2個前の動画かな、見ていただくと見れると思うんですけど、まあ非常にですね、もやもやした状態で終わってしまいました。あのね、エンディングの流れをね、正解に持っていくのは相当難しいよ。選択肢がね、いくつかあってですね、全部正しい選択肢を選ばないと、操作にですね、進展がね、もたらせられないというですね、非常に難しい条件でございました。初見で普通にやってたら、あれは多分突破できないよ。ね。こっちが怪しいなって思ってても、ゲームの中の世界との選択肢がね、正しくないとですね、ゲームの中の主人公たちはですね、操作を継続してくれないというですね。まあ、非常にね、難しい展開だったなと思います。うん。ただね、無事にですね、前回かな、動画ではなんとか操作を、継続することができる状態になったので、これからもしっかり操作をしていきましょうというところで終わっておりました。で、またね、ちょっと前半戦ね、ちょこっとだけ喋ろうかなと思ってまして、面白いニュースがですね、飛び出してきておりまして、まあ、世界のニュースなんですけど、タイニーハウスというのはですね、今流行ってるらしくて、流行ってるっていうか、まあ、そういう記事がありまして、まあ、イギリスのね、記事だったんだけど、まあ、タイニーハウスといってですね、すごいちっちゃい家をですね、購入しました。タイニーハウスどうですかっていうね、狭い家かな。うん。それをですね、まあ、1分ぐらいのね、動画で紹介されてて、まあ、一応ね、記事も、文章も、ディスクリプションかな、ちょこっとだけ載ってたんですけど、なんかね、2500ポンドかなんかって書いてあって、それをね、ググってみたんですよ。そしたらですね、40数万円ぐらいですよ。今、その2023年のレートでは、160円ぐらいだったんで、1ポンドがね、40数万円ぐらいになってたんですよ、値段がね。40数万円でこの家買えるのって思ってね、逆に、びっくりしました。多分ね、物価高とかの影響で、家の値段も上がってるから、どうしようかな、みたいな話になってたと思うんですよ。だからそれがね、ロンドンに住んでた人が、その家を買ってですね、非常に生活に満足しているというような話が書いてあって、結構そのね、ちっちゃい家だっつっても、なんかね、よくわかんなかったけど、2個ね、その動画見たんですけど、1個はね、車輪がついててですね、まあ移動式のね、家みたいな感じで、ロンドンってね、割かとね、水で水上にね、家を買ったりとかしてるような人がいて、ああいうのはね、固定資産税とかどうなんだろうって思うんだけど、ね、蚊とかすごそうだよね、夏とかね。で、そういうのもね、前動画で見たことあるんだけど、それはね、本当に移動式の家みたいな感じで、キャリー、なんていうのかな、トレーラーとかでさ、ほら、移動式で住んでる人とかもいるじゃないですか、トレーラーの中に住む人とか。まああんな感じなんだけど、見た目というか上についてるのはちゃんとした家なんですよね。で、2階建てみたいな感じになってて、階段上がると、寝室があって、1階にはキッチンとお風呂とね、ちょっとしたリビングがあって、みたいな感じの部屋ですね。だからそれ以上の部屋はないって感じですね。本当にもう必要最低限のものしか入ってないっていう感じで、まあそれでもね、日本の、そんなんていうのかな、狭い家よりかはね、広い気がしますね。それでもね、で、まあ、木造で、まあ、組み立て式みたいな感じで、今最近さ、3D プリンターで家も作れるようになったじゃないですか。だからまあ、3D プリンターの家とかもね、そのうちすっごいね、安価で出てくるかもしれないですけどね。
まあ、建築業界が多分許さないと思うんですけどね、そういうのはね。割と既得権益だから、建築、既得、権益かな、うん、建築とかね、建設業者っていうのはね。だから多分許さないと思うんだけど、すごいでもコスト削減できるらしいんですよ。3D プリンターで作ったらね。うん、まあ、耐震性とかそういうのがね、あるかどうかは知らないですけど、割となんかね、そういう家を作って販売してるっていうね、ところもね、世界ではあるみたいですね。で、すごいね、ちょっと驚いてですね、電気とかね、ガスとか水道とかどうしてんだろうって思って、まあ、電気はバッテリーかなんか積んでるのかな、わからないですけどね、移動式のやつなんか特にどうやってやってんだろうっていう感じでしたね。まあ、そんなね、面白い、記事を見ました。まあ、日本でそういうのはね、多分ね、規制が本当岩盤規制で全然多分ね、崩れることはないと思うんでね。うん、だって見たことないでしょ、そんな。ね。家がね、タイヤがついてて動くとかね。まあ、見たことないんで、まあ、車の中に家みたいに作ってるっていうのは、まあ、ね、板倉さんとかがね、インパルスの板倉さんとかそんな感じの、ね、やったりとかね、うん、やってはるんで、そういうのはあると思うんですけど、家自体がね、もうそもそも、まあ、車で牽引してね、トラックのその、なんていうの、荷台みたいな感じの、ところに家をくっつけてですね、レッカー車みたいなので運ぶと。っていうようなことをね、動画の中でもやってて、なんかね、すごい、世界の人は面白いことを考えるなって思いますね、本当にね。で、あとね、もう一個ね、気になるニュースがあってですね、これはですね、CDC といってですね、アメリカの、まあ、疾病管理センターみたいなところがあるんですが、そこからですね、流されてた情報なんですけど、まあ、1986年だったかな。それより以前のですね、水道管にはですね、鉛が含まれているという可能性があるので注意してくださいというですね、まあ、触れ込みがあったみたいで、やっぱりね、古いその規制のままで家が建てられてるから、古い家とかをですね、結構空き家とかをね、落ちてくるじゃないですか。建築業界とか、まあ、国とかね、空き家利用とか言ってやってくるんだけどさ、当然さ、あそこに使われてる配管とかっていうのはさ、当然まあ劣化もしてるし、腐食もしてるし、その当時の建築基準法で作られてるから、現在と比べるとさ、やっぱり健康上のリスクってさ、増えてると思うんですよね。だからそこがね、私としてはですね、気になる部分でございますよね。まあ、同じ家に見えてもさ、それ形は一緒だけどさ、中に使われてる資材が違うからね、規制がね、緩い時に作られたものは、何が入ってるかわからないっていうのは実際あって、まあ、当然ね、そのアメリカの記事もですね、1986年以降にそういうね、規制が強くなっていったので、まあ、それ以降、次も2回ぐらいね、規制があったらしくて、それ以降のやつは、まあ、エクスポージャー to、何だったかな、リンクだったかな、リスクだったかな、なんか鉛っていう単語がね、L から始まる単語で 4文字ぐらいなんだけど、で、まあ、そこにさらされることは少なくなっているだろうっていう話だったんだけど、それより前のは規制がなくて、本当にね、給水栓っていうのかな、とか、水道とかね、に含まれている可能性があるので注意してくださいというような話でございました。しかもね、その水道管とか変えてもね、6ヶ月間ぐらいはですね、まだ鉛にさらされる可能性があるらしくて、だから、アメリカとかってさ、ほら、中古の家とかがさ、すごいね、なんていうのかな、新築を好むんですよね、日本人ってね。けど、海外はさ、中古の家とかでもバンバン普通にね、人が住むっていうような、状況になってるから、当然、まあ、86年よりも前の家なんていうのも普通に売ってるし、なんなら城とかが売ってるからさ、やっぱそういう部分だよね、インフラとかさ、資材とかがさ、まあ当然健康上にね、問題があるものが普通に使われてる可能性があるから、まあ、見た目だけで選ぶっていうのもね、やっぱどうなのかなっていう感じはしましたよね。リノベーションしたからっつったってさ、そこのね、外壁とかもさ、ね、中に入ってる、水道管とかまで全部変えれるってわけじゃないと思うんで、そのあたりがね、非常にね、まあ、隠されてると思うんですよね。
そんなこと言ったらさ、市場に影響があるからさ、誰も言わないと思うんだけど、実際現実問題としてそういうことが考えられるので、まあね、家を購入するとか、まあ、借りるとかっていう場合はですね、やっぱ建築年度とその時までの建築基準法とかがどうだったかっていうのを考えていく必要があると思いますよね。うん。建築基準法的にね、確かね、昭和1980数年かな、より前の、建造物。だから今から言うと40年ぐらい前かな、以上前の建造物。普通に、それでも今も普通に建ってますからね、そういうのね。っていうのはですね、火事になった時にですね、燃えやすいとかいうのは確かありましたね。じゃあ地震かな、地震にちょっと弱いかな。なんかね、建築基準法的にそれ以降のやつは耐震精度が上がってるけど、それより前のやつは確か耐震精度が低いんで、だから築40年ぐらいのやつはちょっと厳しいかもしれないですね。まあ当然ですね、建物のですね、価値はもうゼロになってるんで、まあ鉄筋コンクリートだったらギリいけるかなって感じではあるけど、だからほぼ土地代ぐらいしかないんですよね。耐用上限っていうのは確かあって、木造だと26年とかそんなんだったかな。で、RC だと30年か40年ぐらいかな。建築、鉄筋コンクリートだとね。みたいなのがあるから、その時に全部建物が、代金が0円になるというような感じで、だから残ったのは土地代みたいな感じかな。っていうような感じで、なっていくので、まあ、そこのね、なんていうのかな、建物0円でリスクだけ背負い込むっていうのはね、ちょっとなんかね、住むとかにしては厳しいのかなというような感じはしますよね。まあね、それをリスクと思うか思わないかは個人の判断になるので、なんとも言えないですが、まあ、個人的にはちょっと辛いのかなっていう気はしましたが、まあ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 、そんな感じで、ちょっと面白いニュースが入ってきたので、お伝えさせていただきました。ですね、あとなんかあったかな。そうそう。なんかね、もう一個思ったのが、深井さんという方がね、古典ラジオというですね、面白いですね、歴史関係のですね、ポッドキャストやってらっしゃるんですが、そのポッドキャストでもね、人文学に対してですね、投資をしないのはですね、人類のですね、良くないところだというふうにですね、おっしゃってたんですが、まあ人文学っていうのがね、どこの学問も指してるかはね、個人的にはよくわからない部分もあるんですが、まあ社会学っていうのがありましてですね、まあよく古市さんとかがね、チョコレートしか食べないって言ってるあの古市さんね、とかですね、宮台真司さんとかも社会学の方ですかね、出てらっしゃるんですが、まあ、その方たちが社会構造をですね、言葉でね、うまくこう表現してくれてるんですよね。あのことがさ、なんかまあ、そういう社会学の本読んでたらさ、何の役に立つのかなってね、ちょっと思ってたんですよ。ただそこで深井さんがですね、メタ認知という言葉をですね、おっしゃってまして、ああなるほどなっていうふうにちょっと思いましたね。時代をですね、そのメタ認知ですね、すごく俯瞰してですね、こういう時代でこういう構造なんだっていうのをね、概念的にですね、抽象的に捉える、これ落合さんも言ってましたけど、捉えることができるっていうのは一つ大きな、なんていうのかな、思考の概念をインストールできるってことなのかなっていうふうに思いました。今生きてるね、現代がどういう時代なのかっていうのがさ、分かってないとさ、なんていうのかな、日々の生活だけでね、終わってしまうという感じで、それをですね、大きく俯瞰した視点で見て いくと、これから先の時代の流れも読みやすくなるし、今生きている時代がどういう時代なのかっていうところを意識していくと、そこの時代の流れからね、外れなくなって、うまくね、波に乗れるかもしれないという部分もあって、あ、メタ認知って非常に大事だなというふうに思いましたね。まあ、基本的にそれをですね、時代に当てはめるっていうのもあるし、まあ、メタ認知が優れている人は個人にね、それを当てはめてですね、個人でメタ認知することによって、まあ、自分自身を制御しやすくするとかっていうこともですね、やってる人もいるよね。究極的にはそれをやったのは多分ね、ブッダとかね、そういう方になってくると思うんですけどね、お釈迦様ですよね。
お釈迦様レベルに行くとさ、自分というものもすでに存在してるかどうか怪しいっていうね。それぐらいね、強烈なメタ認知をしてますからね。あれをメタ認知と言っていいかどうかわからないけど、うん、まあそれぐらい強烈なね、自分だけじゃなくて相手もね、存在してるかどうかわからないっていうね、それぐらい強烈なことをですね、思考の中にね、思考し続けたというような人だと思いますので、うん、だから仏教って結構ね、面白いなって最近思ってるんですよね、そういった意味合いではね。だからね、仏教は哲学だっていうふうに、そのね、深井さんとかもおっしゃってて、うん、だからなんていうのかな、科学的にはわからないけど、通説的にやってて合ってたっていうこと結構ね、あるらしいんですよね、ああいう宗教関係の話ってね。そこはちょっと面白いなと思ってね。例えばイスラム教で豚食うなとかいうね、あの教えがあるじゃないですか。で多分ね、その教えって科学的に結構正しかったっぽくって、うん、まあ、結構そのね、生焼けとかだとさ、寄生虫とかいたりするし、あとなんていうのかな、豚ってさ、人に遺伝子が近いらしいんですよ、非常に。なので結構ね、豚由来でですね、起こるね、共通の感染症みたいなのもね、実は結構あるらしくて、うん、だからそこら辺でですね、豚に対するですね、なんていうのかな、禁忌にしたのは結構正しかったんじゃないかっていうようなことをね、おっしゃってる方もいらっしゃいましたね。うん、よくわかんないけど、ヨーロッパはペストでかなりね、被害を受けたじゃないですか。人口の3分の2かなんかが、3分の1から世界人口が亡くなったっていう話だったと思うんだけど、あの時ってさ、どうだったんだろうね。その、ヨーロッパはすごい被害があったっていうのは知ってるんだけど、中東とかね、アジアとかはどうだったんだろうね。基本、まあ動物が媒介していった、でも飲みだったよね、確かね。だからそこら辺がね、その、どういった戒律とか、ね、起きて、ね、があったかによって変わっていったのかな、という気がして、うん。あとね、起きての美学っていうのをね、解いてる方もいらっしゃって、非常に面白かったな、と。法の奴隷っていうのと起きての美学っていうのがあって、まあ、くず化する日本社会みたいなことをさ、言論してる方でね、くずになってしまうのが法の奴隷であると。で、そうならないのは起きての美学であると。ただ起きての美学というのはもうね、廃れてしまってね、取り戻すことは難しくなっていると。一度ね、失われるとですね、それを取り戻すにはね、もう何十年もかかるということをね、述べてらっしゃるっていうのがあって、まあ、起きての美学というのがね、非常にでもちょっと刺さる言葉だなと思いまして、まあ、おそらくその起きての美学っていうのがあったのは、武士道とかね、華道とか茶道とか、なんとか道ってつくのは、起きての美学っていうのがね、不分立で残ってたりとかですね、まあ、文章にもなってますけど、まあ、いろいろね、残っているという感じはしますけど、そのあたりはですね、まあ結構戦後に失われていったものだなっていう感じはしますね。今そういうね、日本人って共通認識っていうのがないとですね、非常に弱いというふうに言われておりまして、あ、ちょっと待ってね。大丈夫かな？だから共通認識というのがね、失われるとですね、途端に何していいかわからなくなるっていうのがね、日本人の特徴だっていうふうにおっしゃってて、まあ確かに言えて妙だなと思いまして、まあ1970年代までは戦後からね、豊かになろうというスローガンがあったので、みんなそこに向かってね、馬車馬に働き続けることができたんだけど、70年代以降ぐらいはね、もうすでに結構豊かになってしまった社会なので、次どうしたらいいか分からなくなったっていうね、まあ、ことがあったらしくて。で、まあ、そこをね、前回もお伝えしたけど、遅延血縁っていうのがあって、で、遅延っていうのがですね、地に根ざした縁ですね。それがね、元で血縁がね、組まれていると。だから血縁ベースでね、日本人って暮らしてるわけじゃなくて、地の縁があって、こそ初めて血縁があったっていう流れで、だからそのね、地の縁がですね、高度にですね、移動するですね、なんていうのかな、社会になったじゃないですか、今。いろんなとこに行って、仕事してみたい、流動性の高い社会になっちゃったから、遅延というですね、ものが崩れてしまったと。みんながどこにでも行けるようになっちゃったんでね、交通も発達したし、ね、だからそのせいでですね、家族も解体されていったと。極めつけは80年代のコンビニ化ですかね。まあ、コンビニが近くにできたことで、さらにこう、家族が解体されていくと。っていうようなね、話もあって、まあ面白いなと思いましたね。うん。
まあまあちょっとあの話しすぎてもなんなんで、やっていきましょうか。今日は真犯人ね、いるんだったらそれを探しに行きましょうというところで終わっておりました。ということでちょっと準備いたしますね。少々お待ちくださいね。ちょっと今回20分も喋っちゃったな。はい、ではやっていきましょうか。今帰ってきたばっかりでね、外に出かける元気はないっていう話だったので寝ましょう。はいと。ナメコは大丈夫だろうか。そして生ための病室でのこと。降り出した雪と消えない街の霧。この先に何が待ち受けているのだろうか。体がとても疲れている。今日はもう休むことにしようか。休みましょうか。なんかまたベルベットルームに誘われそうな気がするな。あ、来た。ここは？ようこそ。さあ、ようこそということでね、またベルベットルームに招かれました。まあ最初に招かれて、そしてこのタイミングでまたかっていうね。ずいぶんと久しいですな。ベルベットルームへ招かれたようだ。ご心配めさるな。現実のあなたは眠りについていらっしゃる。私が夢の中にてお呼び立てしたのでございます。さて、あなたの旅路もずいぶんと長くなってまいりました。めちゃくちゃ長いよ。60時間やってんだから。謎は無事解けそうでございますかな。まあ解けそうではあるよ。結構。この車の行く道も幾分見えづらくなってきたようですな。このまま闇雲にドライブを続けては至るべき謎から逆にあなたを遠ざけるやもしれない。いかがでございましょう。一つこの辺りで旅路を振り返ってご覧になるというのは、今宵あなたをここにお招きしたのはそのためなのでございます。マーガレット、どういうこと。今までの旅路を振り返るって脳裏に聞き覚えのような声が響く。ここに届けられたのは旅路の中であなたの記憶に刻まれてきた言葉ですな。理解できないこととしようともしないことは全く別のものです。いいぜ、ならとことんまで考えようじゃねえか。わかんねえこと残したままじゃ、てめえでてめえを騙したことになるか。私も一生懸命考えるからさ。今までだってずっとみんなで乗り切ってきたじゃんよ。これはあれか、病室での言葉か。うん、みんなでね。この見通しの効かない霧の中で同じ方角に向かおうとするお仲間もお持ちのようだ。ん、車の動きは止まったようだ。進行方向を確認しています。しばらく停車いたします。前から申し上げている通り、今年はあなたにとって節目の年。いや、それはまさにその通りだよ。実際現実の私にとっても節目の年ですよ。このまま病気が治らなかったらね、ちょっと死に向かう可能性がかなり高くなってるから。残された時は多くはございませんが、こうしたいとまには価値がありましょう。人は皆流れる川の水のように、一筋の道にあっても絶えず変化しながら進むもの。流れに逆らう意志、止まってしまう意志、数々の出会いを眺めながら時間に乗り流れてゆく。さよう。この部屋のありようはあなたご自身の心が作り出した景色でもある。これはやはり一度立ち止まった方が良いということなのやもしれませんな。遠くで何か聞こえる。なんだ、誰か来たか。ずっと曇りじゃん。今まで眠っていたようで呼び鈴が聞こえる。誰か来たようだ。クマがいないんだ。あら、ようちゃん。近所中探したんだけど、どこにも。マジかよ、クマいねえのか。心配だ。そうなんだよ。
あいつずっと変だったし、あっちに帰っちまったんじゃないかってリセたちがテレビの中見に行ってる。みんなも集まってんだ。なあ頼む、お前も来てくれ。うん、クマはどこに行ったんだろうか、とりあえず探しに行くことにした。だってさ、リセジたちは入れるけどさ、テリオンたちも出るのはクマがいないと出れないじゃん。どうすんのよ、リセチがいるから出れるのかな。あれは普通に置いてあんのか、あそこに出口のやつだけは。クマのやつどこにも嫌がらねえ。向こうも今のところ気配なし、でも見つけられてないだけかも。いやでもリセチの探知能力で見つけられないんだったら。霧がすごくてごめん、力になれなくて。クマ吉のやつ、まさか今度こそ本当に帰っちまったんじゃねえだろうな。いていいってあれだけ言ったのに。昨夜の不思議な夢を思い出した。自ら立ち止まってみることも必要、イゴールはそう言っていたが、クマは必ず持ってみる。状況を整理してみよう。今はそれしかないかもな。あいつとぼけたやつだけど義理がたいしな、黙って消えたりはしないよな。まあそうだよね。確かにクマ君のことは気になりますが、今は信じて事件のことを考え直してみましょう。生ためは搬送が間近なようです。話を聞くにしろ、急がないと今度こそ手出しできなくなってしまいます。あれから考えてんだけどさ、やっぱすっきりしねえよ。少し振り返ってみましょう。被害者のうち殺されたのは2人、山野アナと小西さんです。車から出てきた記録で生ためは双方と関係があったことが分かっています。その後僕たちを含めたいわば殺人未遂が連続、最後の奈々子ちゃんに対する犯行でついに現場を抑え手口が明らかになりました。聞く限りじゃもうどう転んでも決まりだけどな。生ためが逮捕されたことで警察も久保光雄を模倣犯と認めましたしね。昨日の話の続きだけど、生ためには山野アナを殺す動機がないって話あったろ。確かに気になってんだ。頭がいっちゃってたのか、それとも私たちが何か誤解してるのか、よくわかんねえんすけど。つまりもしあの人が正常ならまだ私たちの知らない事実があるかもってこと。正常か異常か、なんかそんなミュージカル見たな前。実際あいつの言ってる救済ってどういう意味なんだ。行動の内容は人をさらって向こうに放り込むってことで間違いねえみたいだけどさ。死による救済なんでしょうか。生ためは自分を救世主だと言ってました。向こう側を素晴らしい世界とも。死んだ方が救われるってか、ふざけやがって。ならてめえから死ねってんだ。先輩はどういう考えですか。やっぱり全て生ためが。いや誤解してるかもだよ。普通に考えりゃ生ためだけど、まああっち側に普通も減ったくれもねえか。少し気になってたことがあるの。あの人が初めて私たちと会った時言った言葉、僕が救ったやつらだ、この子も救ってあげるって。だからもしあの人の救済が殺すことなら、私たちって救われたの？救えてないんじゃない？確かにその言葉の整合性が取れないね。確かに死を救済だと思っているならそのセリフはおかしい。それにそう、確か真夜中テレビに映った生ためも奈々子ちゃんの死を失敗と。なら本当に救おうとしてテレビに入れてたとか？ちょっと黙んないでよ。私のは基本思いつきだからさ。本当に救おうとしていた可能性か。だとしても小西先輩と山野アナを入れたのはあいつだろう。動機が何だろうとあいつが殺したのには変わりないんだ。それとも何か、あいつ以外に誰かいるってのかよ。生ため以外の犯人の可能性、その可能性を証明できるものは何かあるだろうか。生ための日記、
模倣犯の手口、脅迫状の内容、その可能性を証明できるもの、柊木美鈴のアリバイ、なんだろう、生ための日記、生ための日記が、どうだろうね、模倣犯の手口、脅迫状の内容、かな。脅迫状？そういえば、あれってどうなったんだ？生ためが犯人なら、脅迫状も生ためが書いたはずだよね。確か1通目は。脅迫状の内容は確か1通目がこれ以上助けるな。2通目は今度こそやめないと大事な人が入れられて殺されるよ、だったはずだ。間違いありません。それ、なんか変じゃない？なんか変だね。確かに入れられてっていう、入れて殺すだったらさ、自分がやったことになるけど、入れられてだったら、ね。死が救済なんて人が、助けるなとか、殺されるよなんて書く？入れられて殺されるってのも、考えてみりゃ妙だよな。そうだよ、自分が入れて殺すだったら書くよ。てめえで出してんなら、入れて殺すだろ。これ、どういうこと？生ための書き間違い、配達先の間違い、生ためは書いていないってことだよね。この文面、まるで別の人が書いたみたい。でも、この内容で、しかも堂島さん家に送るなんて、やっぱり犯人以外ないよね。なのに、書いたの別人って、それなんてことだ。これだけ特殊な犯罪、模倣犯以外は同一犯とすっかり思い込んでいました。そうだね、今の矛盾よく気づいたね。じゃあ生ためのやつ、本当の意味で救済する気だったの？全部が裏返しだとすると、生ためにとっての失敗は被害者が死んだ最初の2件ということになる。二度も失敗して人が死んだのに、そのまま同じことを続けるわけがありません。やはり、すべてを見渡した上でこの脅迫状を書いた別の誰か。別のって、それじゃ、小西先輩と山野アナは生ためが殺したんじゃないってことか？それはまだわかりません。やはり、もう一度生ためと会って話を聞く必要がありますね。みんなの力を合わせ、真実にまた一歩近づいた。まあでも、生ための救済が、ねえ、真実を仲間たち込みのランカー2になった、審判のペースの乱れ力が増幅された。けどどうやって会う？昨日のことで警護も強化するっつってたろ。僕に考えがあります。時間が惜しい。病院へ急ぎましょう。どういう作戦を取るんだ、ナオト君。ナオト君はね、警察と一応関係者だからね。ああ、こらこら、立ち入り禁止だよ。警察の協力員です。生ためさんに聞きたいことがあるので、通していただきたいのですが。こちら、院内25に確認求めます。氏名、白金。え？ああ、はい。確かに登録されてるね。数分なら構わないけど、その間の記録を取らせてもらうよ。けど、どうせまともな話はできないよ。わけのわからんごたくを言われるだけだ。彼も同伴でお願いします。緊急なので身分証がありませんが、堂島刑事の代理です。え？堂島刑事の使いってこと？そんなの聞いてないけど。身元は僕が保証します。ま、あの人に押しかけられるよりいいか。こっちは搬送の手続きで忙しいから、堂島刑事に暴れられると正直迷惑なんだよね。今足立刑事もどっかに取られて。こちら院内25に。え？おう、どうしました？
なんかロビーに不審物が置いてあるとか。それならちょうどいいですね。生ためは僕が見張っておきますから、どうぞ応援に行ってきてください。まさかロビーの騒ぎを無視するわけにもいかないですよね。何かあったらすぐナースコールで知らせて。じゃああと頼むよ。わかりました。お気をつけて。人手が足りないとは聞いてましたけど、まさかこんなに簡単に行くとは。わお。ですが不審物の中身は大したものじゃありません。すぐ戻ってくるでしょう。よし、今のうちに話聞こう。さあ、生ためとトークできるのか。生ためさん、あなたに聞きたいことがあります。このままあなたを全ての元凶と思ってしまうのは簡単だ。実際そう望んでいる人も多い。でも僕らが知りたいのは真実です。質問に答えてください。こちらの言葉は通じているようだ。何を質問しよう。最初に誰をテレビに入れた。山野と小西を殺したか。スクートは殺すことか。スクートは殺すことか。まず聞いてみようか。違う。放っておくと殺される。だからあそこに入れた。なるほど。つまりもともとその暴れるシャドウが内在してる人を見つけてきてたのか、この人はね。で、ほっといたら殺されちゃうと、自分の中のシャドウにね。それが自殺なのか何なのか分かりませんが、最初にじゃあ誰をテレビに入れたんだ。私、ユキちゃんが最初か。ってことは山野さんと小西さんはねえ、関わってないってことだよね。彼女たちは殺された。僕は救えなかった。つまりこうですか。山野、小西の両事件を知ったあなたは、真夜中テレビに映った人が殺されると気づいた。その運命から文字通り救うために、あなたは天城由紀子さんを誘拐した。殺されるよりはとテレビの中に入れることで、現実の人間が手出しできないようにした。そしてそれを続けていったと。辻褄が合います。弱ってはいても正気だ。彼はちゃんと事実を話そうとしている。なるほど。自分がそのテレビに入れた時はたまたまね、テリオンたちが助けに来てくれて、みんなね無事に生還してきたから、自分が救ったっていうふうに思い込んだっていうことだよね。生食べもね。っていうか今のが本当なら、最初の二人を殺した犯人が別にいる。質問を続けます。何を質問しよう。脅迫状を出したか。何のことだ。まあそうだよね。じゃあなんで自分もテレビに入ったんだっていう話で。知らなかったんだ。まさかあんなところだったとは。じゃあ山野さんと小西を殺したなんて一体誰なんだ。わからない。知りたい。やはりそうですか。だから生為さんは実際のところは、まあ誘拐のね、罪はつくと思うけどね、殺人はしてないから罪としてはね。君たち僕を疑ってないのか。想定の
されてる罪とはちょっと違うよね。見つかったんだな、あんなひどいことしたやつが。真弓、落ち着いてください。見つかるかどうかはあなた次第なんです。僕らは向こうの世界のことを知っている。逆に言うと、あなたの話を本当に理解できるのは僕らだけだということです。君たちだけ。あんたを疑っていたことは事実だけど、今の俺らなら向き合えそうなんだ、あんたの語る真実ってのに。お願いします。落ち着いてゆっくりでいいですから、僕らに話してください、すべてを。僕の言うことを信じようって言うのか。さんが全て話してくるらしい。真弓との不倫が世間に知られてす、僕は騒ぎから逃げるようにこっちの実家に戻っていた。そしてひたすら焼け酒を煽ってた。少し前から真弓とも連絡が取れなくなっていたからね。真弓、どこにいるんだ。真弓はワイドショーで騒がれ、番組を降板させられていた。僕は彼女に迷惑をかけてばかりで謝りたかったのに、やることも気力もなくして。そんな時ふと誰かに聞いた噂を思い出したんだ。他にすることのなかった僕はテレビの画面に映った自分をぼんやり見ていた。そうしたら真弓が映ったんだ。真弓なのか。テレビの中の真弓は僕に助けを求めているように見えた。真弓、真弓。思わず真弓に触れようとして、その時腕がちょうど水面に突っ込んだみたいにテレビの中に潜ったんだ。驚いて支えを失って僕はテレビの向こう側へ落ちそうになった。驚いたよ。訳が分からず怖かった。頭がおかしくなったと思った。結局夢だったと思うことにして、次の日仕事をこなした後中央へ戻った。次の午後、いつもの職場に出勤すると想像通り首を言い渡された。けどそんなことより僕を打ちのめしたのは、真弓が遺体で見つかったことだった。それも僕の実家のあるこの町でだ。生ためは辛そうにうつむいている。しばらく呆然とした後で、あの映像、夜中に真弓が映った映像のことを思い出した。あれは夢なんかじゃない、本当に真弓からの SOS だったんじゃないか。僕は怖くてわざと避けていたテレビに触るというのをもう一度やってみた。そしてあの晩自分に起きたことが夢なんかじゃなかったと再確認した。なら、あの映像は救いを求める真弓が僕に見せたものだったんじゃないか、そう思った。そして真夜中テレビの噂に行き当たったんですね。真弓が生前妙な番組の噂を追っていたことを思い出したんだ。僕も人から聞いて知ってはいたけど、子供じみたただの噂と思っていた。でも真弓はあれに移って、そして殺されたんだ。考えるほど無関係とは思えなくなった。間もなく警察の聴取に応じるため
僕はこの町に戻ってきた。どうせ仕事はクビになったし、真由美の死の理由をちゃんと知りたかった。そして雨の夜、また真夜中テレビに今度は女の子が映ったんだ。真由美の時と同じように、その子もまるで助けを求めてるみたいに見えた。もしかすると次はこの子が犠牲に。すぐそう思った。小西先輩のことか。真由美に関する報道は全部見ていたから、その子が遺体発見者の子に似てると気づけた。もしそうなら狙われるかもしれない。でも真由美のようにはしたくない。僕は助けたい一心で必死に見続けた。そうしたらその子の姿がだんだんとはっきり見えるようになってきたんだ。だんだんはっきり？先輩のことはどうやって知ったんだ？戻ってすぐ身持ちを崩しかけた僕を見かねた父に家業の手伝いをするよう言われた。その時に言った酒屋の娘さんがその子だった。悩んだ末にあの子を呼び出して気をつけるように警告したんだ。けれど結局その晩。彼女は何か黒いものにまとわりつかれるようにもがき苦しんで、昼間あんなに言ったのにどうして繋がらないんだ。出てくれ、頼む。次の日、遺体で見つかった。殺されると分かってたのに助けられなかった。僕は後悔した。もっとできることがあったはずだと。僕は誰からも必要とされていなかった。職場でも妻にさえ。そんな中で真由美だけが僕を認めてくれていた。その真由美が殺され、同じ犯人がまた女の子を手にかけた。僕は悔しかった。自分が何もできないなんて許せなかった。真由美さんのこと本当に好きだったんだ。好きだったさ。結婚の直前、妻が芸能界で大当たりしたんだ。嬉しかったけど暮らしはギクシャクし始めた。ちょっとわかるかも、そういうの。真由美とはその頃出会ったんだ。選挙でうちの先生に取材があった時に。彼女は看板アナだったけどローカル局勤めで、仕事に対する気持ちが僕とよく似てた。同郷だから話もあってまずいとは分かってたけど、親密になるのを止められなかった。僕にはそれしか生きがいがなかった。小西咲さんが遺体で発見されてすぐ、また別の女の子が映った。君だよ。次はこの子がさらわれて殺される。真由美やあの子のようにはしたくない。今度こそ絶対。相手はどこの誰ともわからない殺人鬼。そんな奴から守るにはどうすればいいか、僕は必死に考えた。説得無理だ。怪しまれて僕が捕まったら誰が救うんだ。テレビの中の少女は楽しげに僕に笑いかけているように見えた。そして思ったんだ、自分にはテレビの向こうへ入る力があるらしい。
なら殺される前にそこへかくまうことができるんじゃないかと。そっちは安全ってことなのか。そうなんだな。テレビの中の少女はそんな僕にまた微笑み返したように見えた。そうとも、たとえどんな場所だろうと、むごたらしく殺されるよりはいい。ほとぼりが冷めたらまた出してやればいい。テレビの中なら絶対に見つからない。頭で全てのことがつながった気がしたんだ。この力を真由美がくれたんじゃないか。二度と自分のような犠牲を出さない。そして救うことは僕の使命なんじゃないか。ただ問題もあった。被害者は事情を説明しても理解するはずがない。一度試してそれで苦い思いもした。それならもう連れ去るしかない。使命ならやるしかない。そう思ったんだ。真由美、僕に力を貸してくれ。真夜中テレビに映った人が殺されると思って助けるために私たちをさらった。使命って何よ。思い込みってこと。なんでそんな勝手に信じちゃうわけ。自分がやるしかないと思ったんだ。警察にも電話したけど信じてもらえなかった。仕事柄の土地勘、トラック、目立たないこと、運送業であることを使えば全部やれると思った。自分にしかできないと思った。でも僕は救えてはいなかったということか。こちらで霧が出る日、テレビの中の世界にいると死んでしまうんです。天城さん以降、あなたが救ってきた人はあなたのせいで死んでいくところでした。僕らを本当に救ってくれたのはここにいる仲間たちです。やはりそうか。あの子を追って自分もテレビの中に入った時、僕は初めて自分のしてきたことに疑問を持った。ななこちゃんの時ですね。警察に追われ逃げたい気持ちもあった。それでもあんな小さな女の子だけは何としても救わなきゃって、そう思って後を追ったんだ。ところが実際に入ってみたテレビの中は、思ってたのとは全然違う異様な場所だった。救った君たちが日常に戻ったのを知っていたから想像もしなかったんだ。まさか自力では出ることさえできない場所だったなんて。いや、この言い方は卑怯だな。多分僕は内心では危険だと気づいてたんだ。出なきゃ君たちになんて会いに行かなかったろう。俺たちに会いに？待てよ、それまさかジュネスでバンドやった時の。ああ、救った君たちがなぜ一緒にいるのか、何をどこまで覚えているのかが知りたくてね。けれど結局何も言えずに逃げ帰った。きっと僕は後ろめたかったんだ。そんな無意識に抑えていた疑いや不安が自分のテレビに入って一気に吹き出したわけだ。気が変になりそうだった。いや、実際おかしくなっていたと思う。あとは知っての通りさ。気づいたら病院のベッドにいた。あなたは本当に救おうとし続けていたんですね。でも僕は
その方法を間違ってしまった。ずっといつか自分も政界に出て社会の役に立ちたいと思ってたんだけど、その仕事も愛する人も失って、僕に残されたのはこの力だけだった。向こうを聖域か何かだと信じ込んで、無意識にヒーロー気取りだったんだよ。僕は映ったものをまるで疑わず、信じたいように信じてしまった。自分の頭で考えなかった。だから守れなかったんだね。全て僕の責任だ。仕方がない、確かに許されない。まあどうかな、仕方ないかな。まあ確かに許されないことではあるよね。どうだろう、まあ確かに許されないことだよね。その通りだ。罪を逃れる気はない。覚悟ならできてる。誘拐だけでも重罪、それにたくさんの人を危険にさらしたからね。すまなかった。真夜中テレビに向こうの世界、あんなもの正しく理解できない方が普通です。僕らこそ謝らないといけません。感情に目隠しされて一歩間違えば全てあなたに押し付けてしまうところだった。救済を始めてみたら実際死体が出なくなったわけだからな。やればやるほど自分は救えていると信じるようになったか。実に滑稽だな僕は。何してるんだこんな大勢で。失礼、すぐに出て行きます。待ってくれ、お願いだ。必ず犯人を見つけてくれ。あの世界を知る君らにしかできない。うん、そのつもりだ。安心していい。まあそのつもりだ。決まりですね。彼は殺人は犯してない。最初の二人を向こうへ放り込んだのは別の誰かです。また一歩真実に近づいた。その別の誰かはさ、何の目的があってさ最初の二人を送り込んだの？真実を仲間たち込みのランクが3に上がった。審判のペースの生み出す力が増幅された。さあとっとと出るんだ。搬送が近いって言ったろ。何かあったら困るんだよ。たく、小僧ら、二度と来るなよ。はい。いやー、だいぶ長い回想シーンだったね。ナナコちゃん苦しそう。必死に戦ってる。クマくん最後に見たのってここだよね。あんなにナナコちゃんのことを心配してたのに。ったく、犯人探さなきゃなんねって時に何やってんだあいつは。警察はもう動いていませんし、全て僕たちで調べるしかありません。改めて小西さんと山野アナの件に絞って情報を集めましょう。でももう半年以上も前のことだよね。今さら新しい情報とか出んのかな。けど弱音吐いてらんないだろ。今は真相を理解してるのは俺らだけなんだ。それに今だから思い出すことってのもあるかもしれないだろう。まあ確かにね。聞き方を、質問の仕方を変えればね、そういえばっていう可能性あるよね。明日手分けして街中聞き込みしようぜ。で夜に集まって結果を報告だ。クマさんのことも何か分かるといいな。明日は街に出ていろいろな人の話を聞いてみることにした。今度こそ真犯人につながる情報がつかめるだろうか。今日は帰って早めに休むことにしたと。
さあ夜になりましたね。ちょっと一旦セーブしとこうかな。64時間53分か。これはどうしような。上書きしてもいいけどな。ちょっとどうしような。ちょっと怖いから、12に作ろっか。セーブデータね。65時間54分ってことで、なんだかんだでも1時間経ってるな。聞き込みのところまではしよっかな。そしたらね、ずっと曇りだね。外は多分出れないと思うから。よし、じゃあ明日聞き込みということで、じゃあ家に帰っても寝よっか。さて、聞き込みしよっか、頑張ってね。今日学校の創立記念日で学校休みで街で操作することになっている真犯人につながる情報がつかめるだろうかと。まあとりあえず八十神高校は閉まってるよね、さすがに。じゃあまあ商店街だよね、やはり。さて、おばあちゃんがいる。あれ、何か用？春の事件について。春にあった事件、何かあったかしら。そういえば大きな事件があった気がするわね。もうすっかり忘れちゃったわ。いやね、年は取りたくないものね。どうしたの？春の事件について。春の事件って？小西と山野アナの事件について説明した。あれ、それって春に起きたんだっけ。あはは、もっと前だと思ってた。そんな昔のこと誰も覚えてないんじゃない。なんだかテレビの中にいるみたいだよな、この霧。俺ら犯人、本当に犯人の手がかりつかめんのかな。弱音吐いてる場合じゃねえか。何が何でも情報つかむぞ。この霧は生物兵器らしい。どっかの陰謀なんだってさ。誰かが言ってた。なんて言ってたかな。そうだ、ジュネス、ジュネスだ。ジュネスここが稲葉に総攻撃を仕掛けてきてるんだ。いやー、これまたマリーちゃんのイベントとかあるかな。私たちがテレビに入る前の事件の情報か。最初の事件って何が理由で起こったんだろう。どんなことでも聞いて回って、後でみんなで報告し合おうね。さっきおじいちゃんに話しかけたら、霧で見えなかったらしくてさ、マジするそれと精神的にきついっつうか、この霧なんとかなんねえのかよ。代打のおっちゃんとか話してくれっかな。ところでおめえ、バリアモロコシって知ってるか。ただのトウモロコシだと思ってたんだが、あれは2種類あるって話じゃねえか。どうだい、いつであの稲葉松みてえにわしに持ってきてみねえかと。2種類のトウモロコシ。なんだかわしのアート心がうずうずしてきやがるぜ。よろしく頼んだぜと。血染めの皮。ここの人は話してくれそうないな。シロクのおばちゃんとかは覚えてたりしないかな。あり得るぞ、シロクは。アイテムはまあもう揃ってないから。なんだかおばちゃん具合悪くてね。坊ちゃんも気をつけなさいね。霧がなんだか嫌な感じね。白くのおばちゃんのこの朝と夜のこの違いは一体何なんだ。二重人格なのか。リセチーだ。おい、聞いてくれよ。リセチーが俺に声かけてきたんだよ。こんなことに二度とないからサイン頼んで好きなタイプ聞いちゃってよ。で、何の用見てわかる通り忙しいんだよね、俺。それって何か容疑者が捕まって解決しなかった？終わり？じゃあ向こうに行った行った。俺はリセチーとおしゃべりするので忙しいんだからね。熊のことも聞いて回ってたら意外に覚えてる人多くって、ジュネスの着ぐるみさんですよねって。でも誰も姿を見てなかった。どこに行ったかも知らなかった。あんなに愛されてるのにどこを突き歩いてんだろう。愛されてるよね、熊はね。いらっしゃい、出来たての広告で美味しいよ。惣菜売ってるどれか買おうか。ビフテキ串。買ってみよっか。はい、どうぞ、また来てね。あら、事件について何か喋ってくれるかと思いきや何もなしか。人が殺されてもみんな簡単に忘れちゃうんだね。友達の歌とかテレビのデマとかは覚えてんのになんでだろう。最初の2件結構前のことだし、ちゃんと覚えてる人いるのかな。それはね、社会学的に言うとですね、身内じゃないからなんですよ。身内じゃない人はですね、景色になっちゃうんだよね、ただのね。切ないけどね。霧が出てるから早く帰りなさいって先生が言うんだ。女子に捕まらないしよかったけど、サッカーできないからつまんないのと。霧が濃くて嫌になっちゃうわね。で、何かご用？春の事件。少し前に容疑者が捕まったって新聞に載ってなかった。たまに近くで見かけたけど、あの生食べさんでしょ。いやね、怖いわ。
他に犯した人なんて見てなかったと思うから、あの人で間違いないわね。本当に他に不審人物はいなかったんだろうか。このことについても他の人に聞いてみよう。相変わらず霧が晴れんの。暮れも近いというのに嘆かわしいわい。正月を霧だらけで迎えるなんて気持ちも晴れんわい。で、何の用じゃ。とりあえず春の事件。そんな前のこと覚えておらんわい。不審人物にしよっか、じゃあ。不審な人物。そんなものこの町におらんわい。君だって知っとろ。道島くんの家に来てる子じゃろ。不審人物。なんかみんなが毒だ毒だって言うから気持ち悪くなってきちゃった。どこでガスマスク買えるのかな。私も買わなきゃ見なかってるし。通販で売ってたよ。あ、つけてる。僕でわかる？なんで外に出てるかって、家にいるとややこしい事件ばかり見るだろう。まあ日が暮れるまで外にいようかなと、帰ったら見ちゃうんだけどね、いろいろ。霧で遠くが見えないってのもなかなか、やっぱり嫌だ。気分が沈むよ。ところで何か用かい？春の事件。せっかく人が落ち着こうとしてるのに、気分を沈ませないでくれ。少し前に容疑者が捕まったってニュースがあったじゃないか。それで一件落着だろ？他に何があるって言うんだ。じゃあ不審な人物は？狭い町だ。不審な人がいたら、それは噂になるだろう。そんな噂もニュースも聞いたことがないね。だからいないと思うよ。あ、このバイクの兄ちゃんは何にも言わねえな。不審な人物は？聞いてみようか。さっき話した生田部さんのこと？他に？いや、他におかしな人なんて見てないと思うわ。ちえちゃんは？変わらずか。話しかけたらね、変わる可能性があるからね。不審な人物。さあ、見てないと思うよ。むしろ俺とリセチのおしゃべりを邪魔するものが不審者だね。ふざけやがって。リセチはね、私の彼女なんだ。さて、ユキちゃんでしょ？陽介に聞いてみるか。どうしたの？不審な人物。変な人？見てないと思うな。ここ狭い町じゃん。だから割と見たことない顔はわかると思うよ。あら、何かよ。不審な人物について。不審な人？家特に見てないと思うわ。ここじゃもう情報手に入れられそうにないな。じゃあ、河原に行くか。あ、ジュニアスか。あ、女子高生がいる。お兄さん何？春にやった事件、そんな前のこと覚えてない。私、来年受験だし、無駄な情報入れたくないんだよね。不審な人物。変な人？あ、そういえば私の友達が何か見たって言ってたな。商店街でうろうろしてると思うから気になるなら聞いてみたら？マジで。まずは振り出しに戻ってみましょう。その方がシンプルです。小西咲さんと山田奈々、二人の共通点はまだ何かあるはずです。きっと誰かが見ている、どんな小さなことでも探しましょう。じゃあ商店街で見たっつってる人がいるから、もう一回商店街戻るか。友達っつってたから、あの北にいる、あのなんかポストの女子高生だよね、多分ね。この人じゃない？ジカネットじゃなくてこの人。あ、この人じゃないか。友達、友達、商店街にいるから、南側にじゃあ新しく立ち上がったってことかな。友達が。ゆきちゃん。あ、この子か。どうしたの？不審な人物。私が変な人を見たって言ってる子がいた？あれのことかな。小西さっきいるでしょ。ほら、死んじゃった。結構前だけど。あの子ね、この前捕まった生ためって人に意味わかんないこと言われたって困ってたよ。テレビがどうのとかって。さっきとの関係？あんたもさっきのことを変な風に疑ってんの？あの子は誤解されやすいけど、本当はいい子なんだからね。おそらく生ためが小西さっきに警告していた時のことだろう。生ためが言い寄っていたというのは誤解だったようだ。ってことは、河原かな。河川敷。ああ、君か。霧が濃くて分からなかった。あれ、この人は何の情報も教えてくれないパターンか。娘が事故にあったんだよ。しかも、ひき逃げで犯人の車も霧のせいで分からなかったんだと。全くとんでもねえよ。命には別条なかったけどね。霧が危ないっていうのは正しかったね。みんなにも教えてあげないと。まあ、クエスト持ちは何にも情報をくれないパターンか。あ、
キリがあれねえね。こんなの少しおかしくないかい？奥さんは変わらず商売したけど、僕は不安だな。ところで何か用かい？春の事件は知らない。そういうことがあったなぐらいにしか覚えてないんだよね。あの時は割とショッキングな事件だったからね。覚えていたけど、だいぶ時間も経ったからね。不審な人物。うちの店にもいろいろ客が来るけど、特に不審な人を見なかったかな。おじいちゃん。何か言おうかの、春の事件。そういえば春頃にごたごたがあったかの、お前さんよく覚えておったの。春の事件についてはこれ以上の情報は出てこなさそうだ。じゃあ不審な人物。おかしなやつ見なかったって？知らんねえ。こんな田舎じゃおかしなやつがいたら広まってるじゃろ。不審者についてはもうこれ以上の情報は出てこなさそうだ。これ以上の情報はもう見込めなさそうだ。皆と合流しようか。何？中華料理愛か。聞き込みを終えた仲間たちと落ち合った。ちょっと何の情報も手に入らなかったぞ。やっぱ本物の警察みたいにうまくはいかんね。一日中歩き回ったけど大した収穫はなし。私も同じ。真犯人どころか事件に関する話自体全然出てこなかった感じ。右に同じ。てか私の場合こっちが質問攻めで全然本題に入れないんだもん。死ぬほど面倒だった。こんな狭い町で誰にも見られてないとか、犯人どんだけ巧妙なわけ？どうする？とりあえず肉丼一つ。そうじゃねえだろ。けどまあ食べてからにするか。俺カニ玉チャーハン。じゃあ俺はチャーシュー麺倍盛り。みんなめっちゃ食うな。注文の品をそれぞれ平らげた。さてと、お腹も膨れたところでさ、みんなが聞いてきた情報、少なくてもとりあえず交換しとこう。今日集めた情報をみんなに話した。で、まとめると、新しい情報は特になし。以上？マジで？これまたバッドエンジンじゃない？最初の2件について警察は、初動の聞き込みに異例なほどの人数を割いてました。それでもこぼしたような情報を半年以上も過ぎて拾うというのはやはり難しいですね。まず不審者の目撃証言がない。そんな不審者とか言ったってさ、ねえ、不審者じゃない人が犯人だったら不審者って聞いたらさ、ねえ、不審者いなかったって言われるだけになっちゃうじゃんね。小西さんはともかく山のアナには熱狂的なファンもいたようですが、状況は同じです。てか聞いても聞いてもそっちのけで、どいつもこの霧のことばっか言いやがる。あと真夜中テレビのことばっかり。クマのことは聞いてみたけど誰も知らなかった。もうほんとどこ行ったんだろう。ナオトの方は何かないわけ？新しい推理とか。新情報まるでなしとなるとどうにも。ですがこの町のどこかに全ての条件を満たす人物が必ずいるはずです。小西さんと山野アナの二人と何らか接点があって、しかも僕たちの行動をある程度継続的に把握することができて、何より先輩の自宅に怪しまれずに近づけた人物。ちょっと考え直してきます。こうしていても考えは浮かばない。外の空気でも吸いに行こうかと。さあ、先輩の家に近づいても怪しまれない人物って割と特定されるよね。雪だ。通りで冷えるはずですね。そう、先輩の家に近づいても怪しまれない人物は本当に特定されるから、堂島さんがね、人付き合いが少ないっていうのがポイントだよね。でも確かにこっちのが頭が冴えて推理も働く気がするな。あ、もしかして雪か？こんだけ霧が濃いとせっかくの雪も紛れちまってよく見えないな。何かに紛れ見落としていることがきっとまだあるはずだ。立ち止まるのはそろそろ終わりだ。手がかりはきっとすでにある。どうした？
もう一度全ての条件を整理してみよう。犯人は山野真由美、小西咲の2人と何らかの接点があった。加えて脅迫状の内容から見て、おそらく向こう側や自分たちの行動を把握している。さらに生ための一連の行動も把握した上で傍観していた可能性が高い。それらのことを知り得る人物。犯人に関してもう一つ特徴的なことは、目撃情報がほとんどないという点だ。2通の脅迫状は直接自宅に投函されたようだが、不審者は目撃されていない。山野真由美や小西咲の周りでもやはり不審者の目撃証言は全く出ていない。警察が異例の人数で綿密に捜査したにもかかわらずだ。この狭い町でこれらの条件を満たしているもの、可能性が一番高いのは？メンバーか。メンバー疑っちゃう？まあ確かにメンバーだったら近づいていっても、あ、クマっていう可能性もあるか、確かに。あ、クマ確かに容疑者として怪しいっちゃ怪しいよね。姿隠してるしね。でも仲間はちょっと信じたいな。堂島良太郎、堂島奈々子。いやー、これはすごいな。こんなに出すか。さて、そしたらですね、これだけの犯人の候補がいるんですが、私が選ぶのはこの方でございます。足立徹さんでございます。これ難しいよ、この推理。むちゃくちゃね。足立くん、行きましょうか。もちろん状況だけ見れば可能性をゼロと言い切ることはできない。足立なら自分たちの動きも把握できるかもしれない。自宅へ近づくことももちろんできるし、ある程度は土地勘などもあるはずだ。今にして思えば推理の最中によく出くわした。警察の動きも足立から入手できることが多かった。確実な理由が浮かんでいるわけではない。しかし何かが引っかかる。だが、足立が犯人ではないかと仲間たちに告げようか。仲間に足立の名を告げようか。足立の名を口にしてみた。え？あの人がどうかしたのか？足立刑事ですか？ここはちょっと直人くんのね、鋭い推理を期待したいな。まあ、今のね、状況から考えたら、でも確かに、うちのメンバーがやったっていう可能性はあり得るっちゃあり得るけど、ね、あり得るっちゃあり得るけど、でも自分たちがさ、ね、テレビの中に入れられてるからね、そもそもね。だからそのメンバーがやったっていうのはそもそも考えづらいから、だからクマがやったっていう可能性はね、そこはちょっと否定できないよね。メンバーは入れられてるからさ、白ではあるんだよね、一応ね。だからクマは確かに可能性はあり得るっちゃあり得るけどね。まあでもクマはテレビの外に出たことがなかったから、今までね。で、土地勘も全然ないしさ、そんな連続してさ、できるとは思えないし、山野アナとかのとの接点もないからさ、まあその可能性はないよね。で、自宅に近づいていってポストに投函できる可能性もほぼゼロだと思うから、白ではあるよね。で、堂島さんがね、自作自演でやったっていう可能性、それもないよね。奈々子を守るためにさ、あんだけ必死に漕いでさ、いろいろやってる堂島さんがさ、ね、しかも山野アナとかの接点もないしね。だから足立さんしかいないよね。確かに警察関係者というのも一つの考え方ですね。目撃証言が不自然に少ないことの説明もつく。生ためのトラックが証言に出なかったのと同じです。こんな小さい町じゃいろんな人に私的に顔知れてたりもすんだろうしな。まして肩書きが刑事じゃ怪しい人物としては浮かんでこねえな。あるいはそれを利用すれば情報を隠すことだって可能かもしれません。そっか、聞いてると一応ありだな。けどってことはつまり足立さんかもってこと？足立だぜ、絵に描いたみたいなあのヘタレ刑事だぜ。俺たち本当に真相に近づいてる？実はその足立刑事についてですが、なんというか、実は以前から何かがどうも引っかかってて。
引っかかる？ただの気のせいかもしれないし、何とも言えな。くしゅ。いやー、寒い。もう十分冷えたよな。中戻ろうぜ。足立さん？そんな、だってあの人、山野アナの身辺警護だって言って。まさか、来ていたんですか？山野アナの宿泊中に。山野さんがうちに泊まってた時、マスコミが宿まで押しかけたの。その時、足立さんが身辺警護って来て、有名人は大変だって中井さんが話してた。身辺警護？宿泊はしなかったんですね。足立さん、山野アナのこと知ってたのかな？山野アナのことは分かんねえけど、あいつに声かけられた女、クラスにいるらしいぜ。昼間聞いたんすよ。ま、警察なんざあんなもんって思ってたし、関係ねえって思ってたんすけど。山野さんの死体発見者である小西さんにも、足立刑事は何度も聴取しています。情報が少ないゆえだと聞いてますが、アリバイの固い発見者を何度も聴取するというのも不自然ですね。他に目的があったとか？それが二人と足立さんを結ぶ線。考えてみりゃ、足立さんと俺らって結構いろんなとこで会ってるよな。その度言い過ぎちゃったとかって警察の内情話してたけど、あれって俺たちを踊らせるためだったとか。脅迫状だって簡単にポストに入れられる。っていうか、証拠隠滅もできるよね。うん、さまざまな状況が足立に不審な影を落とし始めた。じゃあ本当に足立さん？うん、足立が犯人じゃ、とにかく確認しよう。気のせいかもしれない。まあとにかく確認しようかな。足立が犯人。とにかく確認しよう。とにかく、あくまで可能性に過ぎませんし、すぐに確認した方がいいですね。どうも、お世話になってます、白金です。事件のことで少し気になることがあるので、足立刑事と連絡が取りたいんですが。え？搬送？これから？あ、はい、どうも。搬送って？足立刑事は生ための搬送準備で病院に行っているそうです。すぐに向かいましょう。ん、何かが動き始めている。真実に少しずつ近づいている気がする。お、やった、いいね。さあ、真実の仲間たちランク4になりました。うん。さあ、アダッチがやはり犯人なのか？あれ？君たちなんでこんなとこに？さあ、アダッチさん、もう言い逃れはできないかもしれないぞ。そうだ、堂島さん知らない？病室から抜け出したって言われて。いくら釘刺してもすぐどっか行っちゃうんだから。いや、奈々ちゃんとこでしょ、行くんだったら。やれやれ、生ための搬送も終わったし、これで帰れるはずだったんだけどな。搬送終わったんですか？前から思ってましたけど、ずいぶん急ぐんですね。え？ああ、だってほら、堂島さんや奈々子ちゃんとこのまま一緒じゃさ。君たちだってその方が良かったろ？それより君たちこそ何しに？奈々子ちゃんの病室はこっちじゃないよ。この足立の声ってすごい足立っぽいんだよね、本当にね。堂島さん来ないうちに帰った方が良くない？また捕まっちゃうよ。足立、生ためはどうした？なんだか今日はえらく騒がしかったが。堂島さん、こんなとこで何やってんですか？
生ためならもう搬送しましたよ。報告しようと思って探してたのに。搬送しただ？おい、誰がいいと言った？奴にはまだ聞きたいことが残ってんだ。堂島さん、勘弁してくださいよ。最初の2件の殺しが引っかかるんだ。奴は動機もいまいちだし、アリバイも固かったはずだ。証言で埋まった穴も多いが、そこだけは未だに引っかかる。まった刑事の勘ですか。でももう搬送しちゃったし、僕に迫られても困りますよ。君たちもさ、いい加減もう帰ってよ。警察の仕事の邪魔になるからさ。なんだよ、今日に限ってバカに仕事熱心じゃないか。いやだな、僕はいつだってちゃんとやってますよ。堂島さんも自分の仕事してくださいよ。おとなしく怪我を治すって仕事をね。お前ら、こんなところで何してる？確かめたいことがあってきたんです、足立さんに。荒町問いただそう。山の穴失踪時のことを聞く。今日先にした事情聴取、まあ山の穴かな、まずは。山の真由美が消えた時のこと？消えた時って言われても、なんとも。見てたわけじゃないし、何ヶ月も前のことだし、急に思い出せって言われてもな。さあ、今日先にした事情聴取のことを聞きましょうか。聴取？そりゃしたよ。遺体の第一発見者だからね。まあでも彼女何も知らなかったから、一二回ちょっと話を聞いただけだよ。聞きたいことってそれかい？どうしたの一体。まだあらちには聞くべきことがある。脅迫状のことを聞いてみようか。脅迫状？彼の家に届いたものです。今は警察に渡っているはずですよね。いや、よく覚えてないけど。おい、覚えてないだ？あれは鑑識と組んで調べるようにってお前に渡しただろう。忘れたのか？すいません。あの後すぐ堂島さん事故ったりして慌ただしくなったもんで、つい。それにあんなのただのいたずらでしょ。なんすか、急に質問攻めにして。なんなのこの雰囲気は。もう堂島さん、そろそろ病室戻ってくださいよ。そんなんだから怪我治んないんですって。君たちもとっとと帰りなさい。だいたい今何時だと思ってるんだ。じゃ、僕は戻りますよ。署に戻って報告しなきゃならないんで。その前に最後の確認をさせてください。最初に殺された二人は実は生ための仕業じゃないとはっきり分かったんです。別の誰かが殺したんだ。足立さん、知りませんか？何を言ってるのか意味がよく。てめえなんじゃねえかって言ってんだよ。バカ言うな。そんなの生ためが全部入れたに決まってるだろ。今なんて。全部入れた？入れたとか入れないとかってのは何の話だ。お前、手口について何か知ってるのか？さて、ボロが出ましたよ、足立さん。もう言い逃れできねえな。まさか、この前のテレビがどうとかってあの話。そうか。今わかりました。足立さん、実は僕は過去のあなたの言動の何かがずっと引っかかっていたんです。何とはわからなかったが、違和感があった。
道島さんの事故現場で僕が生ための日記を読んだ時のこと覚えてますか？未遂で助かって世に出なかった3件目以降の被害者も書かれてると僕が言った時、足立さん、あなたはこう言ったんだ。すごい、そりゃ決まりだねって。何が決まりなんですか？あの時警察はまだ事件に未遂のケースがあったなんて知りもしなかった。おかしいじゃないですか。しかも数日消息がつかめないなんて無数にあることだ。なのに僕が読み上げた名前に異論が出ないのもおかしい。答えてください、足立刑事。うわぁ、鋭いな直人君。知らないよ。忙しいって言ってるでしょ。怪しい。待ちやれ、おら。足立。くそ、東島さん無理すんなって。足立、ちょっと体柔らかいな。東島さん、あの体勢であれだけ上半身で回ったら。生ための病室、ここにも足立ちゃいない。テレビの中に入ったんじゃないか。おかしいな、確かにこっちへ逃げたはずなのに。ちくしょう、どこへ消えやがったんだ。いたか、警備室に問い合わせた。誰も足立を見てないし、出入りの記録もない。いや、じゃあテレビの中か。この病棟からは出てないはずだ。必ずまだその辺にいる。ここから出てない？探したけどどこにも。あの野郎。堂島さん、まったくあなたって人は。すまん、ちょっと動きすぎた。直す気あるの？これ以上やったら交渉残りますよ。この前も大変だったの忘れたの？そうだったな、すまん。頼む、足立を見つけてくれ。このままってわけにはいかない。病棟から出てないってまさかとは思うけど。うん、多分そうだと思う。だって犯人なら入れるはずでしょ。こっから中に入ったってこと？逃げた方全部見て回ったからな。狭いし見逃さねえよ。相当追い詰められてましたから、中へ逃げ込んだ可能性もあるでしょう。でもこれでもし中にいるとなれば、逆に動かぬ証拠です。やろう、マジかよ。でどうするんすか？とりあえず明日にしよっか。あーでもちょっと入ってみたいな。ちょっと入ってみよっか。ここから入るのは無茶だと思う。このテレビ使ったって確証まではないし、どこに出るかわからないもん。まあね、ジュネスから入るよ、もちろん。いつも通り昼にジュネスから行こう。大丈夫、万全にしてけばあんなヘタレ男一撃だって。限りなく怪しい人物足立、真実にまた一歩近づいた。限りなくっていうか確定じゃん、足立。ボロ出しすぎたな、足立さん。よーし、ほな、そしたらもう2時間ぐらい経ってっから、今日は一旦解散して各自家へ帰った。まあ、次回は足立さん探ししていきましょうか。うん。はい。ということでね、今回はここで終了したいと思います。結構ですね、追い込んだかなっていう感じはしますが、まあ、どうしようね、ここでとりあえず、終わって、足立さんを探しに行くというのを明日やるっていう感じにするか、ちょっと一瞬もうちょっとだけ進んでみようかな。どうせ今日多分寝るだけになるから。1時間ね、半だったから2時間ぐらいやってたらちょっと考えたけど、ちょっと行こうか。いや、今回これ終わりにしようかな。うん。ということで、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。次回ね、足立さんを追ってですね、テレビの中に入っていきましょう。ということで、また次の動画でお会いしましょうね。またね、バイバーイ。